では、KTR ゲーム逆走アークアベレーション編やっていきたいと思います。今日はね、ついに、いろいろなものが揃ってきたので、最後の準備編として、洞窟攻略前の装備だったり、あとはサドルをね、準備していきたいと思います。さあ、それではね、今日の作戦としては、まず、この、今朝の7時なんだよね、ゲーム内で。なので、日が昇っているタイミングって、とりあえずね、メガロの子供を産ませて厳選して、成長させている間に夜になったら、クレートを取りに行きたいと思います。はい。とりあえずもう全部ね、ここに置いておきます。なんか常温でね、解凍できるんだって。さあ、何人が、生きていけるのでしょうか。これね、この間テーマしたんだよね。ついに、116だっけ ?112 だっけ、メガロの高レベルメスをね、テーマしたんだよね。で、めでたく、萌えなが男の子になって、で、萌えな肯定器が生まれまして、で、HP の6600を引き継いでほしいんだけど、これが引き継いでなかったから、HP をね、引き継いだ個体っていうのをね、目指していきたいと。ああ、守れてる !HP、ああ。なるほどね。なるほど。興味深い。HP ね。メレはもう今固定させてるから、あ、161! 怪しい。あ、いや。なるほどね。そういう考え方もあるよね。HP を逆に引き継がない。そういう人生もあると思います。まあ、ただ死ぬけどな。うん。あ、さあ、次の卵。はい、来たー !149 だと?なんだ、このクソゴミ。クソゴミだな。孫子のクソゴミだって、これ。ちょっと待て !5 分の2!体力を引き継がない。こんなことがあってもいいんでしょうか?むしろそっちの確率の方が低いんじゃないでしょうか?それ逆に確率低いんで、あ、来た!来た来た来た。はい。164。あ、絶妙だね。あ、オッケー、最後2回が、これオスメスペアで引き継いだわ。はい。あ、おいで、ちょっとこっちおいで。君たちちょっと、有能な人たちは、エリートはこっち来てください。エリートはこっちおいで。あ、かわいいね、エリート。エリートおいで。はい、オッケーです。は ?149? おい。マジ、ザコは自己主張したがりだな。おい、ぶち殺すぞ。あ、すいません。あ、そういえばさ、この間さ、クレートでさ、ショットガンさ、ゲットしたからさ、ダメージがどのくらい出るか見てみたいな。チラ、チラ。あ、なるほど。はい。シャラー。さあ、今日も楽しく恐竜を育てていきたいと思います。あ、やっぱり恐竜かわいいね。うん、恐竜かわいい。かわいいかわいいかわいい。恐竜。恐竜かわいいね。うん、かわいいかわいい。うん。ちょっとこれ。ああ、ちょっとお前。何、お、AD 何してんだよ。あれ、早く消せよ、お前。画面に、AD 消せよ、お前、早く、お前。画面に映るだろ、AD、お前。早く消せ、AD。ふぅ、危なかった。これさ、あれじゃね?志村動物園に橋本環奈が出てきた時と同じ感じの雰囲気じゃね?アイドルが動物と戯れる。視聴率取れるぞ、これ。キー局の皆さん、今です。オファー、お待ちしております。でね、このメガロサウルスに装備するサドルはもう決まってるんだよね。なんと幸運にもこのメガロの思考サドルが出たんですよ。なのでこれをね、作っていきたいんだよね。とりあえずインプリント一発目いきたいと思います。ゼロカモン。はい、寄り添う。寄り添いましょうね。寄り添い以外は弊社、戸塚 KTR ヨットスクールでは認めません。なんかね、なんか寄り添い以外来たら沈めるから一回、うん。危ない危ない。なんか知らんけど、霜降りめっちゃゲットした今。え、なんでこんなゲットできたんだろう。はい、ラッキー。今日のヤフー占い。あれかな ?1 位だったのかな相手だね。うん。お肉焼いていきましょう。たまたまゲットした霜降り肉焼いていきたいと思います。シャラー。はい、寄り添う優秀。優秀。寄り添いこそ最高だよね。おお、お前最高だよ、お前。霜降りいる?そこでなんか手に入って霜降り。なんかたまたまさ、さっきさ、霜降り肉がゲットできてさ、まあ、なんか霜降り肉いるんだったら全然あげるよ、お前。いいやつだから。うん。入手ルートは気にしないで。たまたまだから。あれ、ここら辺になんか、え、ちょっと待って!え、なんかハートいるんだけど、まだ。え、ハート、シーラカンスいるんだけど。はぁ、ふざけてんの、ぶっ殺してやるぜ、マジで。マシンガン持ってこい!え、AD マシンガン持ってこい!失礼しました。少し取り乱してしまいました。バレンタインの邪悪な、あれを見てしまったもので、チョコを渡しそびれた魚。学校で先生にあれかな?チョコレートはお菓子なんで学校に持ってきちゃいけませんって言われて、ちょっと家に行きたいけど恥ずかしくて、うん、どうしようどうしようお母さん。ほらもうそんな言うなら持ってきなさいよどうしようって夕方、夜ってなって結局渡せず後悔している女の子かな。うん。バックグラウンドストーリー意外となかったな。あまさとしと夏美。浜だけやないかーい。浜だけを、おい、ちょっと浜だけ、浜だけちょっとグッときたな、今。やばい。浜だ、え、これさ、もしかしてさ、子供生まれたら、
浜岡本じゃね。ベーシストじゃんこれ。おい浜だけや、急に浜だけになった、うちの目がろ。よーし、え、夜になってもしかして、あ、やばい、6時40分だ。え、何パー何パー、 50%、 あ、やばい。そしたらちょっと早急にクレートを取りに行きましょう。しゃあ行くぜ。あー、いや近すぎる、まずい、ここはまずい、近すぎる。わ、すごい、これ白くない、これすごいすごい、色すごい、色すごい、これ欲しい。てかまあ出すぎな、自分ら、自分ら出すぎな。時間が勝負、時間が勝負、時間の勝負、時間の勝負、時間の勝負。ほらバカバカ、行かない、はやばい、あ、終わった、あ、やばい、フェザーライトしくじった、あれ夢からだったのに。え、てかあいつなんで動いたの、俺無抵抗にしてたと思ったんだけどな、しくじった。俺さ、ここスピードしか攻撃的にしなかったんだけど、マジで言ってんな、あいつ、あいつ嫌い、もう俺あいつ嫌い。てかなんかさ、ロックドリンク早すぎてさ、もう俺の目からどっか消えちゃったよね、さっきね。超早いよね、動くの。あ、やばい、もうあかん、すいません、すいません。あー、あー、ちょっと、あー、絶望、絶望、絶望。あいつをとりあえず犠牲にして、犠牲にも何も、普通に死んだわ。なんてこった、肩こりちゃんになんて言えばいいんだ、冷え性死んだわ。こんちゃこんちゃ、おっすおっす、あ、なんかバカだから向こう行った、やった、今のうちに取ろう、バーカ、あ、やった、ポンションだ、すあるわ、ポンションゲット。あ、なんかあいつバカだ、なんか向こう行ってる、これじゃね、オッケー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 、お、やばい、それはやばい、ちょっとうんこしないで、ここで、ここでうんこはまずい、ここでうんこはまずい、いや、バカじゃないの。うわ、もううんこしたから。おい、ちょっとバカ。お前、2回目の死はまずい。あ、やばい。うーわー、やっちゃった、これ。見た、今の。見た、今の。マジで、ふざけてるだろう。なんであそこでうんこするの？マジで。うんこしたせいでさ、一気に囲まれて終わったんだけど。何、あの、ゴミドレイク。何クソしてんだよ、てめえ。クソに顔突っ込んで死んどけ、マジ。失礼しました。少し熱くなってしまいました。ちょ待って、3時だ、まずい。まずいぞこれ。ベインに負けて死んだとかも、マジで本当に徳川家康でさえクソ漏らしながら逃げたんだぞお前、雪村から。ゾン詰まりからのクソ詰まりでした。レッツゴーレッツゴー、時間がないぞ、時間がないぞ、4時過ぎた、やばいやばい、もう日が出てくる、やばい、もう時間がない、行って帰るだけだ、もう本当に行って帰るだけ、行って帰るだけ。ラブホテル現地集合、現地解散、壇蜜です、こんにちは、よし行こう。ああ、やばいわ。で、まずこいつらを向こうにやることから作戦は遂行されます。あと30分、あと30分やぞ。今私は、気分は海猿です。一瞬悪の経典になりかけましたが、今海猿です、私は。あ、やばい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 。声したどっかね。やばい、やばい、マジ時間ない、マジ時間ない。やばいやばい。やばい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 。危ない危ない危ない、5時になった。危ない、ちょっと。あいつのサドルは回収できんかったけど、まあ、とりあえずサドル1個失っただけで、ポンショと投下交換でいいでしょう。ガチ焦った。いや、マジ危なかった。本当に危なかった。ちょ待って、すげえいい色。まあでも、ポンショが1個ゲットできたのは、それはかなり良かった。九死に一生スペシャルだった。2回死んだけど。本当九死に一生だったわ。2回死んだけど。アベレーションやるとさ、高確率で死ぬんだけどさ、アベレーションやばすぎない？殺意ポイント。殺意ポイントが高すぎて、死ぬ可能性のあるポイントが多すぎます。それでは、サドルガチャ、行ってみたいと思います。何パーセントつくかな？材料としては2つ分しかないです。それでは、お願いしますって。さあ、メガルの思考サドル、お願いし、ま、ファーク。まだだ！まだ私にはもう1個弾が持っている。フォーカルチルまでぶち込んで 5% はしょべえって。私に厳しくはねえですかね、アークさん。もうちょっとパーセンテージね、高くてもいいのにね。これしかないからもう。これ最後のサドルチャレンジだから。お願いしますよ、本当に。たい！ 21%! 微妙！すげえ微妙！すごーく微妙でした。せっかくだからこれは作ろう。クロスボウは作ろう。
OK。それでは、延長戦。紫のクロスボウ、お願いします。こういうのが 37% 来るからね、本当に。何この乱数調整。難しいんだけど。なんでクロスボウが 37% とか、結構な数値来るんですか？次、靴。鉄の靴。6.2% だって、ブーツ。じゃあ、ピッケル行きたいと思います。キル。1.2%! おい、ふざけてんのか、お前。すげえ。すげえ。あ、多分パチンコやってる人こういう感じなんだろうな。あ、絶対次、絶対次パーセンテージ出るから。絶対次パーセンテージ出るから。44.7%! 勝ったな。46%! 来たー。はい。1.2% から巻き返しました。はい。それではね、改めまして、今日のマインドワイプトニック、成果を見ていきたいと思います。はい。まずライフルからね。ライフルはすごかった。47.7%。まあね、ちょっと素が弱かったからあれだけど、全然あり。131%。10% 伸びたね。で、あとは、ピッケルは、1.2% です。はい。価値がありませんでした。はい。ピッケル 150%。ただ 46% がある。これは熱い。で、こう 37% のクロスボウは悪くない。かなり悪くない。とね、サドルは 5.4 はクソで、21% の97がかなりいいかなって感じかな。という感じで、今回は、まあ、って感じかな。まあ、サドル2つがちょっと、メインのサドル2つがね、5.4 と 21% だったので、ちょっと、って感じでした。とりあえずね、浜ちゃんに、97装備させて、夏美に、88% 装備させておきます。というわけで、本日はこのくらいにしておきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。